今朝、西宮市の路上で高齢の女性が自転車にはねられ重傷を負いました。警察はひき逃げ事件として捜査しています。今日午前6時前、西宮市東成尾町の路上で河川敷を目指して北に向かって歩いていた79歳の女性が南に向かって走っていた自転車と衝突し転倒しました。女性は命に別状はないということですが、転倒した際に頭を打ち頭蓋骨を骨折する重傷を負いました。自転車に乗っていた人の特徴は分かっていませんが、女性を救護することなく立ち去ったということで、警察はひき逃げ事件の疑いで現場付近の防犯カメラを調べるなど犯人の行方を追っています。